何か知らんけど、ランボーがここめっちゃ血出て自分で塗ってるの思い出したわ。シルベスター・サローンがこうやって自分で血がブッブッって出てるの知ってるあのシーン。ブッブッって血が出てるところさ、こうやって自分で針で塗るんだよ。あれ本当に、本当に塗ってるからね。で、本当に怪我してるからね、あれ。うん、それ思い出したわ。普通に描いてメイク落ちてるだけで。<laughs> めちゃくちゃワイルド。俺もあんな怪我したら手で塞ぐだけじゃなくて、 すぐにソーイングセットで、俺は。だから、しゅんちゃんソーイングセット持ち歩いてたのはそういう意味でもあるかもしんないよな。とっさの怪我を縫うことも、しゅんちゃんは自分でできるかもしんない。しゅんちゃんね、ソーイングセット持ち歩いてくれてんのよ。で、メンバーの、あのー、衣装ちょっと破れたやつとかはね、直してくれるの。で、料理もさ、料理も、今でこそ俺料理するけどさ、料理もさ、うまかったもんな、しゅんちゃんの。 なんか作ってよっつって、椎茸にツナマヨ入れをさ、傘のとこに入れてさ、で、オーブンで焼いてさ、パセリ振ったやつとかさ、普通に腹減ったって言ってそれ出してくるんだよ。いや、そう考えるとすげえ早い。あ、そうパスタもそうだね。パスタもよく作ってくるんですよね。<laughs> で、俺が、俺が、シちゃんよく言ってたのは俺のエピソードで、 俺、ちょっとなんか、作るよ、つって。しゅんちゃんち、あ、うちだ、うちで、なんか作るよ、つって。俺が作ってきて、すうどんを作ってきて。うわ、すうどん、何にも入ってねいすうどんだな、と思って。パって、この、盛られてるうどんを取ったら、一個、か、塊丸々取れたって言ってたね。脳味噌みたいの。<laughs> そのエピソード、いろんなバンドマンにしてた、しゅんちゃん。固まってもうてさ。 もう、具も何も入ってないから、麺と麺がもうひしめき合って固まってんのよ。もう脳みそみたいな麺がもう、ごそってこう、箸で、つるっといくかと思ったら、ごそって取れた。<laughs> 懐かしいわ。だからもう本当にね、なんかね、すげえ、すげえ人だよ。もう、曲一曲完成させられる時点ですごいし、世界観もすごいし、 俺は本当に、あれだもんね、やべえやつだなと思ったもんね。俺は初めて会った時、この人についてったら売れるなと思ったもんね、やっぱね。ちょっと次元が違いすぎて。音楽も、あの、考え方も、料理も。あと、パソコンが誰も全然浸透してない頃に、ホームページを作る仕事をしてたりしたからね、バイトで。HTML を熟知したからね。誰も HTML 言語なんか知らない時に。 今マジでエグいな。そう考えると。マジで足元にも及ばない俺、俺なんて。マジ振動だよ。今考えると。DTM なんかっていう言葉なかった、聞いたことなかったもんな。全部、設定も全部しゅんちゃんに聞いて、しゅんちゃんに家まで来てもらわないとできなかったもんね。もうさ、今はさ、Google とかでさ、調べられんじゃん。とりあえずなんか、 疑問に思ったり、つまずくことがあったら、それをさ、紐解いているブログだったり、その壁に同じ風にぶつかった人の対象のさ、例がいっぱいあるじゃないしゅんちゃんその頃、でっかい熱い本、本で全部やってたからね。多分 DTM も本。で、ホームページ作りも本。 でもそういうとこ垣間見てるからな、やっぱな、天才っているんだなと思うね。もう、そっから自分を逆算するとさ、本当に俺は凡人だなと思うもんね。とことん。いや、いるよ。天は何物与えてるんだって人いるよ。だから、最近さ、俺思うんだよ。俳優がさ、めちゃくちゃ歌うまいじゃん。やめとけやと思うわ。